コゼ・アグエアスは、アメリカ生まれのニューエイジ思想家、オカルティスト、カウンターカルチャー、サイケデリック文化の活動家、美術史教師。マヤ歴に意味を求めた、思想家、オカルティストの中で最も大きな影響力があった。アメリカのニューエイジの諸思想に影響を受け、マヤ文明のパカル王を人類を進化させた、銀河のマスターと考えて、パカルボタンと呼び、 1987年にマヤンファクターを出版し、2012年に人類に天気が訪れると明言した。宗教学者の太田敏弘によると、彼の思想の背景には、近代新知学に由来する、冷静進化論があり、二元論、陰謀論、終末論に帰着した。チベット仏教の身体論を取り入れており、マヤ文明の歴史観と融合している。 彼のマヤ歴研究は独自の解釈がかなり入っていると言われるが、支持者たちは彼をマヤ歴研究の第一人者と考えている。支持者によると、ホゼ・アグエアスは銀河マスターであり、宇宙のメッセンジャーであり、次元間のアバターであり、人間の形をしたイティであるという。アグエアスが考案した暦が、ドリームスペル歴13の月の暦。 コズミックダイアリーの名称で普及、販売されている。マヤの英知に基づくとされており、正しいマヤ歴と信じる人も多いが、異なる暦である。ウオザの時代から水亀ザの時代への転換が近い将来起こると主張し、ニューエイジに大きな影響を与えた、新知学と先生術師のアリスベイリーと、その弟子で、ニーチェの超人子祖に浸水し、 新しい文明の基盤となるシードグループを作らなければならないと主張したデーン・ルディアから歴史の周期説や大規模なパラダイムシフト、アセンションという考えを取り入れたとみられる。先制術研究家の鏡隆二と占い師のシュガーは次元上昇思想のルーツは新地学にあり、さらにプロティノスの新プラトン主義に遡ると述べている。薬物の LSD の体験から チベット仏教に憧れ、アメリカで、混合会センターという瞑想道場を開いたチョギャム、トゥルンパオグルと仰いで修行を行った。アメリカのサイケデリック文化の中心人物の一人で、アグエアス同様オルガス・ハクスリーの、近くの扉に大きく影響され、神秘体験を求めて、LSD や幻覚植物を試したテレンス・マッケナの影響も受けている。彼は、 中国の疫境を独自に解釈し、2012年12月12日に地球に大異変が起こると考えた。マヤは地域的、歴史的に限定されたものではなく、宇宙的、銀河的なもので、インド哲学やギリシャ神話の中にもあり、その科学体系は中国の疫境やギリシャのピタゴラス派の哲学、現代の量子力学や遺伝学とも一致するとした。 宇宙は一定周期の調和から成り立ち、マヤの科学はその普遍的法則を明らかにしていると主張した。新地学系のシェアインターナショナルやニューエイジの機種シャーリー・マクレーンなどと同様に、アグエアスは超自然的存在の介入を現実のものと考えている。マヤ文明の創造者は銀河のマスターたちで彼らが地球上に進化の種を植え付け、 512年周期で銀河から地球に進化を促すビーム照射したことで生命は進化したとしている。UFO はスペースブラザーズであり彼らは核の使用で乱れた地球の波長を整えるため現れていたという。マヤのパカルオは宇宙的存在で銀河のマスターの一人でありその石棺に描かれた彫刻は腹部の 太陽神経層のチャクラを共振させて宇宙と交信する姿であるとした。人類がマヤの予言に耳を傾ければ2012年を境に人類はホモサピエンスの段階を超えて高次元の新たな生物種に進化しアハウキネスという人間の精神に秘められた要素、能力が開花するという新たな生物種で構成される世界シャンバラでは 政治や経済は、太陽、惑星問題協議会という組織が一手に引き受け、古い軍事組織は廃止され、生産と分配が平等に行われるようになると考えた。また、芸術や音楽を重視した教育によって、超能力やチャネルリングなどの超常的な力を誰でも持つようになり、高次元の存在と更新できるようになるという、新しい時代になると、 人間の体は七つのチャクラが覚醒し、マヤ暦に示された神聖な波長と共鳴するとしている。テレパシー能力が備わることで、地球上の生物は霊化すると考えている。人類が高次元への進化に失敗した場合について、ハルマゲドンを描いた、新約聖書のヨハネの目視録に基づいて論じ、大惨事が起こり、地球が粉々になる可能性もあるとした。 グレゴリオ歴を、反自然的な時間で人類を奴隷化するとみなし、世界的に使用される小読みを、グレゴリオ歴から、自作の、マヤの英知に基づく13の月からなる小読みで、あるというドリームスペル歴に変更すべきと考え、活動した。アグエアスによると、ドリームスペル歴の目的は次のものである。この小読みでは、28日は、宇宙の影響を受ける。 地球生物圏の普遍的なサイクル、有機的秩序の周期であると考え、1ヶ月を28日とする。1年を13ヶ月として、それに1日足して1年とする。13の月の暦はこれに、260日周期の、マヤの神官たちが、神事に使っていた、神聖歴ソルキンを組み合わせた暦とされる。13の、銀河の音と20の、 太陽の紋章からなる260日周期の暦を銀河スピンと呼び、四次元パターンに基づくと考える。支持者は、暦の自分の誕生日から銀河の音と太陽の紋章を組み合わせた銀河の署名を持つ。これを持つことで銀河の通路に同一化し、ドリームスペルのお告げを知りそれを理解し、ホロンを活性化する惑星金になるとされる。 中国の駅も取り入れられている。彼の暦に対しては、本物のマヤ歴を求める人々を彼のファンタジーに巻き込んだという批判もある。鏡隆二は、彼の著作は、直感と連想と、数学的なパッチワークが入り混じっており、天居には駅などもあり、マヤに還元できない、マヤっぽいものであると評している。世界は G7 に支配されており、G7 は、 ヨハネの目視録における七つの頭を持つ獣であると考えた。彼らは金融政策や電子メディアを操って社会を支配し、その活動で世界は破滅に向かっていると主張した。マヤ歴を根拠とする2012年終末論は世界中に広まったが、大田俊弘はそもそもマヤ歴は循環歴であり、暦が終われば、 次の周期が繰り返されるだけであると指摘している。1939年に、メキシコ人の父とドイツ系アメリカ人の母のもとに、双子の弟と共に、アメリカで生まれ、アメリカで育った。幼少期の父の職は、安定せず、メキシコ系移民の学校で差別を受けることがあったが、彼ら兄弟の学校の成績は良く、家庭では、芸術や音楽に親しんで育った。 14歳の時に、父の記事メキシコに行き、ティオティワンを訪れて霊感に打たれ、この都市を設計した先人たちの英知を取り戻し、宇宙に調和をもたらしたいと思うようになる。シカゴ大学で、美術史を専攻し、ロシアの神秘思想家、ピョートル・スペンスキー、ターシャム・オルガヌムの多次元宇宙論に感動し、オルダス、ハクスリーや、ティモシー・リアリーに影響を受けて、 薬物の LSD を試し、シンプラトン主義のプロティノスが述べた、神との合一を思わせるような体験をする。芸術史と心理学の哲学博士号を取得。プリンストン大学、カリフォルニア大学デイビス校や、サンフランシスコ州立大学などで教えたが、アカデミックな研究者というより、カウンターカルチャーやサイケデリック文化の活動家として、過ごす。 大学で意識変革を目指すイベントを開催し、イベントは成功したが、大学から危険視されて、職を追われた。二度結婚し、最初の妻は、作家、芸術家のミリアンタルコフで、二人の子供がいた。二番目の妻は、ロイディーン・ブリ。1987年に、マヤの宇宙的エイを結集した書物として、マヤンファクターを出版し、2012年に人類に、 天気が訪れると明言。以降ニューエージでは、マヤ歴と2012年が結びつき、マヤ歴を根拠とする2012年人類滅亡説も流行した。1987年8月16日17日に14万4000人が目覚めた太陽の踊り子として、マヤの予言に耳を傾ければ、人類は2012年に向けた進化。 高次元文明への道に進むことができると考え、ハーモニックコンバージェンスというイベントを開催した。14万4千人以上がイベントに加わり、シャーリー・マクレーンなどの著名人も参加した。鏡隆二は、スピリチュアル系でのマヤ歴や、アセンションブームはこのイベントからではないかと述べている。アグエアスは、イベントの成功に喜んだが、直後に息子を亡くして悲しみ、 またイベントによって社会が変わった様子もなく、失望を感じた。瞑想状態で、息子の霊と話すようになり、1993年には、パカル王から代理として、預言者の役を与えるというメッセージを受け取ったと、考えた。人類が高次元へ進化するために、世界的に使用される暦を、グレゴリオ歴から自作の、マヤの英知に基づく13の月からなる暦に、 変更することが必要であると考え、暦の提唱、普及の活動をはじめ、各国の首脳やローマ教皇に暦をすぐに変えるよう、働きかけた。歴変更のために、2000年に、時間の法則財団という組織を作った。2011年5月に、予言の2012年を見ることなく72歳で、死去した。研究によりマヤ歴の終わりは2011年に、 早まったが、特に何も起こらなかったため、スピリチュアル系でのアセンションブームは下火になっていった。ありがとうございます。